続いての曲は6月8日に発売になった新曲「一言葉」という曲を歌いたいと思います。この曲はですね、実際にあった赤ちゃんを使った実験のお話なんですけど、赤ちゃんを2つのグループに分けて、愛を与えて育てた子供と全く愛を与えずに育てた子供はどうだったかっていう実験なんですけど、初めてそのお話を聞いた時にすごく残酷だなっていうふうに感じたんですけど、でもそのお話を読み終わった後にすごくあったかい気持ちになって、でなぜか私の中でお父さんの顔が浮かんできて、まあ、今日は父の日なんですけどね、あのお父さんの顔が浮かんできて、このお話をお父さんに伝えたいって思ったんですね。でそのお話をお父さんに伝えたら、まあ、今度はこのお話を家族に伝えたいって思いました。で家族に伝えたら、あもっともっとたくさんの人にこの愛を伝えたいと思って、世界中の人に伝えたいなと思って曲を作りました。たくさんの人にこの愛を伝えたいって本当に思います。今日はですね、ここにいる皆さんに愛を込めて歌いたいと思います。それでは一言葉聞いてください。人もいる、与えられた愛の量はそれぞれ違う。でも